みなさんこんにちは、ケリーチャンネルのすずめです。で今日はですね、何をやっていくかと言いますと、日焼け止めをご紹介したいと思います。はい、で日焼け止めなんですけど、まあね、たくさんあるんですねなので今日は、2020年に発売されている新商品を、5個紹介していきたいと思います。はい、じゃあ一つずつご紹介していきます。はい、まず1つ目、こちらは、まあ、見たことある人もいるかと思うんですけれども、アネッサパーフェクト UV スキンケアミルクです。はい、これは、乳液タイプの、日焼け止めになっています。はい、顔にも体にも使える、全身に使える、日焼け止めです。はい、スキンケアアクアトーンアップ UV エッセンスです。はい、これも、顔と体に使えるんですけれども、またね、後でちょっとお見せしようと思うんですけど、透明感を出すブルーと、血色感を出すピンクを混ぜた、ラベンダーの、色味にのクリームになっています。また後で紹介していきます。はい、続いては、ビオレ UV アスリズム、サンプロテクトミルクです。はい、これは、通常ね 60ml タイプがあったんですけど、なんかミニサイズ、まあ、お試し用みたいな感じで、まあ、持ち運びも便利かなと思ってこのサイズ用意してみました。はい、これも、乳液タイプになっています。アリーニュアンスチェンジ UV ジェルホワイトです。まあね、ちょっとこれパッケージもこの可愛くって、パッケージが可愛くてちょっと開けてないんですけど、おしゃれな感じになってたので、ちょっとパッケージそのまま登場です。はい、でもう1種類は、同じ、アリーなんですけど、こっちはニュアンスチェンジ UV ジェルのドローズの色になります。可愛くないですかこれおしゃれですよね。はい、ちょっとね、ホワイトとローズ2つ気になって、まあ気になったので購入してみました。はい、これはジェルタイプになるんですけど、化粧下地としても使えるものになっています。はい、顔にも体にも使えます。はい、じゃあ、今日なんですけど、まあ、普通に商品紹介じゃなくって一応これを全部、まあ、一通りつけて、一個ずつこう、ちょっと水をつけて撥水性と、あとは、一応この、ね、5種類全部、洗顔で落とせるよっていうやつになります。家のということで、そちらも検証していきたいと思います。あとはお色味だったりとか香りとかをお見せしていきたいと思います。ではまず、1個目から検証していきたいと思います。はい、アネッサパーフェクト UV スキンケアミルクからやっていきたいと思います。はい、これなんですけど、2層タイプになっているものになるので、しっかりと塗ってから使ってください。でね、パッケージはね、こういう多分袋に入っていると思います。でこれも、化粧下地にも使えます。よいしょ、こんな感じの、こういう乳液タイプになっています。じゃあこれを流していきます。うん、香りが爽やかですね。サラしてくる感じですね。すごい。サラサラサラ。はい。こんな感じです。サラサラだ。うん。ペタペタって感じはしないな。はい。こんな感じにしっかりと馴染んだので、じゃあまずはこちらに、水をつけていきたいと思います。
おお、すごい弾いてます。こんな感じ、さすがですね。はい、こちらを石鹸で落としていきたいと思います。普通にビオレのやつで落としていきたいと思います。よいしょ。してるんじゃないでしょうか。まあ、落ちてると思います。はい、こちらスキンアクアトーンアップ UV エッセンスです。はい、これね、一番実は気になってるこれね、まあ、パッケージも可愛いんだけど、色をこんな感じの、あ、すごいトロッとしてます。色はね、ちょっと分かりづらいかも。でも、ラベンダーカラーしてますよ。ほら。ラベンダー色してます。ちょっと光であんま分かりづらいかもしれない。出していきます。すごい。透明感すごい。ほら、肌の透明感がすごい。じゃあ、こちらも、どれだけ水弾くのかチェックしていきたいと思います。あ、こんな感じだ。ベタベタになってしまった。まあ、潤いはすごいあったし、トーンアップもすごいんですけど、撥水性はちょっと弱いかもしれないですね。うん、こんな感じです。そっか、こんな感じでした。じゃあこれを石鹸で落としていきたいと思います。こんな感じで、まあ、綺麗に取れてますね。はい、私のこの血管が見えているから、はい、結構しっかりと取れています。はい、続いてはこのちっちゃいのミニ使っていきます。ビオレ UV アスリズムサンプロテクトミルクを使っていきたいと思います。もうね、パッケージ、これパッケージが外についてたんですけど、パッケージからしてこうちょっと強そうな感じになっています。多分薬局で多分すぐ見つけられる。あ、これ全部この5つとも薬局で買えるものになっています。はい、これもね、2層タイプだからしっかり振ってお使いください。まあ、カチカチって言うまで振ってくださいって書いてあります。じゃあ、つけていきます。これもね、乳液タイプなんですけど、ちょっと色味が肌色っぽい感じですね。はい、あー、これすごいわ。ファンデーションみたいな感じ。なんかすごい、これもね、トーンアップすごいしてくれます。こんな感じで、あ、でもすぐサラッとしますね。スキンアクアのトーンアップ UV エッセンスの方は結構保湿力が高い感じだったんですけど、こっちはサラサラって感じです。アネッサの方がね、でもサラサラしてましたね。はい、じゃあこちらにお水を吹きかけていきたいと思います。あ、すごい、じゃん。こっちもちゃんと弾いております。すごい。
こちらを、洗顔で落としていきたいと思います。これ分かりやすいね、落ちてなかったら。若干残ってるな。このなんかこのちょっと見えないだろうけど、このね隙間、このちょっとシワの中に残ってる感じがしますね。若干、はい、ちょっと取れにくい。これはでもスーパーウォータープルーフなんで、やっぱりちょっと取れにくいですよね。でもね、アネッサもスーパーウォータープルーフなんですよ。でも、取れてたので、ちょっとこっちは取れにくかったって感じですね。はい、じゃあ最後じゃない、こちらの2本をやっていくんですけれども、あのね、色が違うだけで、これは、スーパーウォータープルーフタイプの出る、同じものにはなるんですね、あの書いてあることが。なのでまあね、こっちを使っていくんですけど、色味はこっちもお見せしたいと思います。はい、でね、あとね、もう一つね、気になるのがあって、スーパーフリクションプルーフっていうのも書いてあるんですよ。はい、あのこれがね、バッグや衣類、タオル等の擦れで日焼け止めが落ちる事実に着目したって書いてありますね。擦れますに強いものになっています。嬉しいね。あの特にさ、今マスクするしね、よりいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあこれちょっとね、そのまま開けちゃいます。よいしょ。じゃん、中はね、こんな感じでシンプルなものになっています。ここにちょっとローズカラーがついているだけで、ちょっとシンプルな感じになっています。はい、じゃあこちら使っていきたいと思います。おお、なんかちょっと緑っぽいんだけど、ホワイトって感じ。ジェルタイプです。なんかちょっと緑っぽくない？しますね。はい、じゃあこちらにお水を、これもスーパーウォータープルーフなんで、しっかりと弾いてくれると思います。はい、いきます。いや、あ、すごい、これもすごい弾いてます。ダダーン、嬉しい。さあ、そしてこれが取れるのかっていうところですよね。はい、じゃあこちらにキッチンをつけます。こんな感じ。うん、取れてるか。が、はい、ちょっと、まあ、でも取れてるな、取れてます。この辺、この辺はね、全然綺麗に取れてるんですよね。ちょっとここが、洗顔がちょっと行き渡らなかったかも。ここは綺麗に取れています。じゃん、こんな感じ。はい、じゃあこっちのさ、色ある方でもやってみようか。
こっちで取れたら絶対じゃない？わかりやすいよね、こっち。じゃあちょっとこっちの、ローズ。あ、こっちもすごい。ジェルだ。こんな感じのピンクの色です。はい、じゃあこれをちょっと混ぜていきます。あ、なんかさ、美味しそうなんだけど、このクリーム。ピンクっぽい感じにやっぱなりますね。はい、じゃあこれにかけてみますか。これはね、絶対弾く弾く。よし、じゃあこれをよいしょつけて落としていきます。取れてます、ちゃんと。ちょっとなんか擦りすぎて赤くなっちゃったけど、こんな感じでしっかりと落ちています。はい、すごいね。トーンアップもできて、まあね、全身にもちゃんと使える。そしてスーパーウォータープルーフ、そしてスーパーフリクションプルーフっていうのね、ついてるんですごい最強だと思います。これ可愛いし、デザインもね、おしゃれな感じなので、すごい嬉しいですね。はい、ということで、今日は、5つの、新商品の日焼け止めを紹介したしました。はい、また、詳しい内容の、記事は、日刊ケリーの方でアップしますので、またよかったらそちらもご覧ください。はい、今回のまたこの、新商品、参考になったよ、買いたいと思ってくださった方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。